在東西皆の衆、月に村雲花に風、花に嵐のたとえあり、ままにならない雪よでもどんと行きましょ、恐れずに、じっとこらえてひたむきに、きっと花咲く実をつける。歌は世につれ、世は歌につれ、歌う角には福来たる。さあさあ陽気ににぎやかに、演歌ジャックス始まり始まり。こんにちは。さあ今週も演歌ジャックスのお時間がやってまいりました。はい、4月終わっちゃいますよ。終わっちゃいますよね。うん、早すぎてさね、なんかトミちゃんの腕に目がいっちゃいます。恥ずかしい。でもこの暖かくなったんだもの、すごい綺麗ですよね。本当に握力42、握力42ってすぐ出てくるのがすごいですね。お茶の間に申し訳ございません。ありがとうございます。いやいやいや、見ていただきましょう、せっかくですから。見てもはい、はい、今週も内容盛りだくさんにお届けしてまいります。ゲストは和月みなみさんです。お楽しみに。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。 K.I. キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。今回のジャックス娘は甘い色の髪の乙女、そして思い出の渚、聴いてください。甘い色の長い風が優しく包む、乙女は胸に白い花束を、羽のように丘を下り、優しい彼のもとへ、明るい歌声は恋をしてる。色の微笑み、青い空、幸せな二人は寄り添う。甘い色の長い髪を風が優しく包む、乙女は羽根のように。Oh
こんにちは、ナナとユミです。まだ若いからいつでもできる、もう年だからできないなんて結局諦めてませんか？この歌があなたの背中を押すきっかけになれば嬉しいです。ユミちゃんの応援歌、はじめの一歩、聞いてください。たとえば小さな一歩でも踏み出さなければ昨日と同じ人生の繰り返し、友を信じて、自分を信じて、さあ歩こう。歩けばそこに道ができ、人生の夢が広がる。長世忠之、昭和歌謡、裕次郎を歌う。待ってました。今週も長世忠之さん、そして奥様で女優の藤川真知子さんです。よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、第1回に、横浜物語という歌を歌ったんですが、はい、本日歌う歌も横浜の歌で、非常にムードのあるいい歌だと思うんですが、本日はうちの家内がちょっとだけ告知ありますので、よろしくお願いします。5月20日から31日まで新歌舞伎座、大阪新歌舞伎座で三山ひろし公演に出演いたします。どうぞ皆様いらしてください。おー、楽しみですね。もちろん長生さんも行かれるんですよね。はい、もちろん行きます。それで本日の、歌は、さよなら横浜です。聴いてください。別れの夜を残り火の恋の炎で飾ろうか。さよなら横浜、キリンの街、燃える想いを込めて強く抱きしめ合おう。他人同士になる前に、最後の曲が終わっても踊っていたい、いつまでも。さよなら横浜、今日限り、そっと涙を拭いて僕に甘えてごらん。他人同士になる前に、
さよなら横浜、恋の街、つらい話はよそ、甘い口づけしよう、他人同士になる前に。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。土地、建物、マンション、お電話ください。で楽しいひとときを過ごしてます。阪急池田駅徒歩2分、今日も行かなくっちゃ。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。はい、ということでね、まあ、ちょっと最近ちらっと、ね、聞かれた健康、はい、体重痩せるとかね、いろいろもう続いてませんね。もう三日坊主で、オートミールもまだ山ほど余ってますから。体重の方の変動はあったりして、まあ、ありません、ね、もう相変わらず、まあまあそこそこ三桁前後。三桁前後、二桁ってことは100キロよりもしっかり前後前後、ね、だけど今もちょうどちょっと鼻息は比較的聞こえにくいから。あ、そうだよ、まあ、これがシフトだったんです。あ、これのおかげ、これのおかげ、アクリル板のおかげだ。はい、なるほど、トミちゃん、トミちゃん、もう思わず忘れちゃうじゃないの。サプリとかなんか飲んでたりとかあります？サプリとか？ないですね、うんうん、私基本的にはあまりいろんなのが。ニンニクだ。あ、それあニンニク続いてますか？続いてます。うん、でそれと、ロケ弁を半分クマちゃんに食べていただくということですね。ね、今日ふりかけ持ってきた。今日ふりかけいらんかったでしょ。いらんかった。おかず美味しかったから。うんうん、あまりにもね、皆さんからこうご飯をね、うちうちの話ですいませんが、もらうからふりかけ持ってきて、ね、美味しかったな、はい、うん。楽しいですね、お弁当の時間も。はい、はい、番組もまだまだ楽しいですよ。引き続きお楽しみいただきましょう。わお、この方の歌声です。わお。わお。いつも演歌ジャックスをご覧いただきありがとうございます。これからも皆様に愛される番組制作をしてまいります。今週はクールファイブさんの気まぐれ雨歌います。雨の歩道に二人を映したネオンのその先はどこへ行くのか、あてもあてもない旅なのか、燃える心の明かりともして果てしない果てしないあの街で生きていきたい恋なのに、ああ気まぐれ雨、雨が今日も降る。景色桜色に
た。誰かいたるかい赤滅の渦薄い。さめてさめて忘れないで、あの健康法というかサプリメントとか続けていることってありますか？はい、はい、マリです。そうですね、ビフィズス菌っていうのを、うんうん、飲んでますね。腸内環境ですよね、はい、そうです、うんうん、はい、青ゆうちゃんがコマーシャルしてた、はいはいはい、それから私花粉症も40年ぐらいの花粉症のキャリアなんですけど、うん、最近鼻の輪っていうのがありまして、こっちから出てくる、はいはいはい、鼻うがいですね。鼻うがい、うん、効果的です。はい、しました。実行してるというよりかね、した方がいいなと思うのはやっぱり歩く、とにかくもう歩くっていうね。最近なんかよくアプリとかなんとかで歩いたらポイントもらえるとか、ね、うん、よくあるじゃないですか、うん、やっぱり歩かないとダメかなと思います。志麻さんってすごい車のイメージだったんですけど、歩くのも。そうですね、だからもうちょっと癖になりますかね、車はね、やっぱり歩かないとダメですね、うんうん、意識をして歩くように、はい、そしてアプリをダウンロードして景品をもらおうと。なるほど。ありがとうございます。さあ、それでは歌に参りましょう。マリさんです。ダンスでムーチョ。星の夜だからいいわ、あなたに誘われるまま燃えるテキーラ飲み干して酔って即死単語のリズム、別冷め唇ちょっと
番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。敬愛キッズクラブはインターナショナル保育と食育に力を入れ、一人一人の個性を大切に褒めて育て、お子様の元気な笑顔があふれる保育園です。イベントでの歌手、司会、企画構成、演出のことならお任せください。メディアジャックスイベント事業部まで。番組制作のことならメディアジャックス、演歌ジャックス出演希望に関するお問い合わせもお気軽にどうぞ。メディアジャックス。ゲストコーナーです。今週のお客様も葉月みなみさんです。イエーイ、こんにちは、みなみです。よろしくお願いいたします。もうこれがもうこれねえねえありがとうございます本当このね、許さないでねなんですけれども、ロングヒット中でございますが、結構早かったですよ。すぐでしたよね。優先第1位ですもんね。ありがとうございます。もうこれ大事なとこ、はい、ありがとうございます。それもですね、ちょうど7月の7日にそれがあの発表になりまして、七夕に願いが叶って本当にダブルで嬉しかったです。皆様のおかげです。ありがとうございます。おめでとうございます。すごいな、スタートから好調なんですね。移籍して発売されてすぐにボーンと出て、うん、で今もずっとこう皆さんに、ね、歌っていただいたり、そして聴いていただいたりって反響が、はい、ね、いや本当に皆さんのおかげです。はい、でも本当に、ね、この活動が温かいなって南さんの思うんですけれども、はい、今日いろいろ見せていただいて、こうファンクラブの開放とか、ゴージャスですね。ありがとうございます。南だよりという開放を、ファンクラブの会員様と講演会の会員様に、あの年3回たまに号外もあるんですけども、はい、配らせていただいてます。はい、すごいあの読み物がたくさんあるんですけど、私はちょっとこれにちょっとビシッとこうわっって思っちゃったんですけど、これってあの新居浜、あ、そうなんです。あの実は私大東文化大学卒業で、同じ大東の卒業生後輩が新居浜レオンさんで、そうなんです。またこれがご縁で、この PV の写真も ありがとうございます。これこれと思いました、うん、ね、なんかちょっと世界が違うよね。それでこう見ればこの南さんのあの歌声がこう蘇ってくるっていう感じで、嬉しいです。ありがとうございます。我々今回初めてお越しいただいて、はい、もうかなり虜になってますので、 ありがとうございます。またぜひご来館の折にはこちらからもお越しいただきたいと。こちらも、はい、これからもよろしくお願いいたしますお世話になりますお願いいたします。日中にわたりどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは今週のエンディングも葉月みなみさんの許さないでねえをじっくりお聞きいただきながらお別れしたいと思います。甘えてたのね、優しさに本気じゃないの、さよならはお願い、あなたそばに来て、もう一度強く抱きしめて、葉月みなみさん許さないでねえ。ねえ忘れるわ、幸せでいてね、これでいいとあの時笑ってみせたけど、その眼差しも穏やかな声も片時も離れない、遠くへ行かないの。もしも叶うならあなたの胸で泣きたい、どうかそばに
ねえ黄昏が街を染める頃、あなたに出会えそうで何も起こらなくて、また一日がそうやって過ぎて、思い出に変わるなら悲しいままでいい。ご覧の各社の提供でお送りしました。